朝なので。許してください。しかも朝だからさ、もう声がカサカサなんだけど、いける？あ、やばい、電気消えた。片耳で、あれしてます。テレビの聞いてるので皆さん一緒に見ましょう。あ、これあれも書いた方がいいな、テロップで。ブンブンジャーを、ブンブンジャーリアタイ中。ねえ待って、本当にくしゃみ出そう。中。お、来た。あ、来た。リアタイ中。はい、じゃあ一緒に見よう、みんな。私ほんとただ配信、あのこれブンブンジャー見るだけの配信なので、 CM 中とかは反応するけどちょっと反応できないかも。認めてないぞ俺は、やばい、あー緊張する。なんか公式が言うに今回のアは結構第一章の終わりみたいな。ダイヤー、シリアス展開。はあ、なんて説明すんだ。うん、はあ、ああ、どうなるんだ。ちょっと音量上げちゃおう。うわ、確かにグランプリ、うわうわ、うんうん、どうなる。あ、やばい。うわ、え、うわ、やばい、待って、ちょっとクソデカ感情どうしよう、待って、やばいやばいやばい、え待って、やばい、5人普通に熱い。ねえみんなどうする、解散、はあ、やばい、うわー、しかもタイヤ、タイヤ大丈夫？そう、ISA っていう、そう、なんか ほぼなんかその第一章のなんか締めくくりになりますみたいなのは公式から出てたから結構大事な回かなって。はあ、そうね、意外と序盤からハード展開結構、でもここでまた仲が深まるんじゃないかなって。そうやね、配役が結構車の名前かな、うん確かに、うんうんうん、わあわあどうしようね、どうなるんか本当にこれ。でまずタイヤがね起きないと大丈夫かな、心配だけど、やばい、あ、コロコロ心がバラバラになったミラたち、 ISA の宣告はブンブンじゃ解散、あ、うわやばいね、ずっとコミカル展開だったからシアスのはちょっとドキドキ、はい、
ブームンじゃ、そっか、これが9話から見てる人もいるのか。ねまず今結構仲間が増えてって今5人で活動してるんだけど、そのあれやね、ちょっと待って、やばい、ちょっと一回耳外します。あ、やばい、ちょっとこれは聞きたい。この音が大好き、ガチャコンっていう。やばいね、やばい。9話から見てる人のために説明すると、まあなんか、うん、まあな、待って、ちょっと待って、ごめん、朝だから頭が全然回らないっていうね。どっから言えばいいんだろう。まあブンブンジャーはその結構そのもともと知ってた3人組と、その元後から追加された、まあ追加っていうか、まあこの地球人2人がいて、その2人がピンクと青の人なんだけど、そのピンクと青の人が、あのピンクと青の人はあれやってんな、地球を守るみたいな、ブンブンジャーは地球を守る、平和を守るみたいなグループだと思ってたんだけど、その赤の人が言うには、ブンブンジャーが結成された理由は、うわ待って、熱っ、びっくりした、うわーしあった、うわー、ジーロス来た、そう、僕と握手。そう、それでその平和だと思ってたんだけど、あの赤とオレンジと、あ違う、赤と青の人じゃない、待って、ちょほんまに頭が回んない、ピンクと黒の人が途中で追加された人ね。赤と青とオレンジがもともと知り合いの人たちで、そう、あ待って、やばい、あ、また、ちょっと待って、ほんまにちょっと頭回んない、ごめん、朝だから。ちょっとまあとりあえず入れ違いがあったんだよね、ちょっと。うん、わあ、このシャシロのネクタイが毎回変わってるのめっちゃポイントらしいですよ。いいよね。ああ、なるほどね。そうなんかな、文ちゃんの夢をタイヤに託したんかな。そのビッグバングランプリっていうあのレースみたいなのがあるんです、宇宙全体でやってるレースみたいな、それのあれですね、レーサーだったってことか。このあ、わわわわ、タイヤだ、タイヤだ、タイヤ、うわ、ここめっちゃ気になってた、この出会い。あ、このタイヤはもう天才お金持ちなんです、もう天才でお金持ちでも、そうだから、こういうのもちょっとこういう感じでできちゃう。うん、あ、バック上がったんだ。
なるほど。うわあ。え、あ、熱っ。展開熱すぎだろ。普通に涙出てきそう。普通に。うん。熱い展開すぎる。うん。届きやか。なるほどね。うん。冷静に考えてブンブンパソコンできるのすごいな。やるか。これはハシリアンっていう、その宇宙のいろんなとこから集められたなんか悪いやつらの集まりです、これは。はい。今この一番手前にいるなんかすごい強そうな人と戦って、タイヤはさっきそう寝込んじゃってってなってます。そうだ、もう今回この輪で決着つくんじゃないかなって。そう、ハシリアンっていうカタカナでハシリアンです。そう、あ、タイヤ、痛そう。あ、みんなは、みんなは、みんなは。やばいやばいやばい。確かに確かに確かに。うわうわうわ、9はいいな。届けや。やっぱ聞きたいこと全部聞いてくれたわ、天才。やっぱ9話でこれはもうブンブンじゃもう神だろ、もう。わあ、うわあ、どうですか皆さん。うん、わあ、やばいね。ちょっと9は普通に熱い展開すぎて、ちょっとわあね、やっぱ5人揃わないとね。あとで阪神高速ぶっ飛ばしてくるわ。めっちゃおもろい、気をつけてね。え、そうそう、最初は本当にデザインがなんかそう大丈夫かなと思ったけど、めっちゃ神展開すぎる普通に。わあ、もうね、やばいね。ちょっと普通に9話でさ、こんな熱い展開来るって、もうブンブンちゃんどうなっちゃうの、もう。
そう、本当にそう、もうタイヤみたいな、もう天才でお金持ちでみたいな、もう完璧人間みたいなのが、こうなんか、そう、いろいろ抱えながら戦うのがもういいとこ、本当に。天才ですね。そう、届き屋になった理由がまだ分かんないけど、まあ、届けてみれば分かるんか。頑張って。うわ、これマジで、そう、応募期、これ4月30までなんですよ。買わないと。でもほんと売ってるところが全然見つからなくてさ、悔しい、ほんとに。待って、めっちゃ鼻声じゃない？朝結構花粉にやられがちね。何色ブンブン推しなん？ブラックですね。ブンブラック推しです。まあでも箱推しなんだけど、ブンブラックのね、5話の「ブンブンじゃもう俺が守る」っていうセリフにすごい惹かれましたね。あれはすごい良かった。もう最終話も普通に大号泣、当たり前に。映画もちろん見に行きますよ、夏の映画。もう楽しみにしてる。でね、渋谷さゆきちゃんっていう9期生の同期がいるんですけど、その子が、あ、待って、始まった。その子が、なんか、最新話まで見てくれたからおすすめしたら、見に行きたいな、一緒に。やばいねー。大好き。あ、OK、バカフェニッシュ。あ、見てる見てる。あ、やばい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 。痛いよ、痛すぎる。やってきました、サンタが届けるから。やっぱさっき届けてみれば分かるさって言ってたからね、多分お姉さんの運転でした。あ、やばい、自分のハンドルは自分で握る派。えぐい。そう、箸休めさんです。やばい。普通にブンブラック毎回いいこと言う、ほんまに。セリフが熱い、マジで。あ、やばいやばい、特等席降りない。特等席降りない、めっちゃいいね。そのオレンジが加わるときに、あの人後から加わったメンバーなんですけど、加わるときに、そう、特等席に乗ってほしいみたいなのを言ったんですよ、レッドが。お前には特等席で見てほしいみたいな。やばーい。って普通に9は熱すぎ展開。やばい、もう5人が1つになったって感じする。なんか普通に涙出そう。待って、やばい、神回すぎる普通に。いや、神回だと確信はしてたんだよ。当たり前に神回だったよね。えぐい。そう、これ現場のさ、膝でチェンジするとこもいいよね。レッド。
ここ大好き、オレンジ、ここ大好き、オレンジ大好き、ぶん回せ、えぐい、待って、普通に神回すぎる、やばい、待って、めっちゃ普通に涙出る、普通に、え、よかった、メイクとかしてなくて。やっぱ5人で力を合わせて、えぐい、あ、痛い痛い痛い、やばい、天才だね、かわいそう、やばいやばいやばい、ぎゅうぎゅうされてる、やばい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 、こっからが本番、ほんまにマジで、ブームレーシング来た、トレーラークラシック来た、このブンブントレーラーっていうのがさっきのあのブンブンっていういたじゃないですか、ロボットみたいなあれですね、あれです、これ合体します、はい、そう大きくなるんだよね、おお、かっけえ、わっ、お前ちょっと伝わった、わっ、来た来た来た、スピードで勝負すんのか、あっあっあっ、そうなんです、これちょっとまだあれなんですよ、ぶっつけ本番なんで結構痛みつけてますね体を、これそう試作品みたいなやつなんで結構こうバチバチしちゃってますね体が、やばい、絶対勝って今回はマジで、熱すぎる、あれいつも使ってるブンブンカーですね、やばい、おお、すごい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 、ブブフィニッシュ、勝てるか、いけるか、ちょっと待って、やばい、イヤホン外れた、やばいやばいやばい、来た、やばい、イヤホン外れた、
いやマジで無敵。痛い。うん。天才。そう、この方はあのあれね、ブンブンカレーを食べてもうこのブンブンがちょっと好きになってますね。うわあ、うわあ、天才。最後もやるときはやる俺なんだ絶対より。空気読めないってか、空気読まない空気は入れるもん。これ TikTok 昨日撮ったんで今日あげますね。え、これのサビのあの右側の方にいるあのブンブラック見てください。あの振り間違えててめっちゃ面白い。来るよ、来る。あ、来た。ここの表情からしか得られない栄養素がある、マジで。いいが進め、そしていつかはチャンピオンだ。あなたも、これブンブンジャーのポーズ。あ、おお、次は、え、失敗したら大爆発？次はでも現場会か。いいね。わあ。そう、スクリーン来るんですよ。うわ、暑かったね今回も。普通に、いや今回一番暑かった。毎週リアタイ配信します。ちょっとあのあれなんですけど、そう、公演がある日とかはちょっと難しいんですけど、リアタイしていけたらなって思います。ちょ、今何時だ。これによって私が公演の日も朝配信できるかどうかが決まります。何時だこれ。え、時計って見れなかったっけ。間違えた。いや本当に天下厚水10時か。あー、じゃあギリ公演の日も急げばできるかもしれない。うん、10時。あ、絶対無理だ。うん、ダメです。はい、あの特に何もない日はこんな感じで毎回ブンブンジャー一緒に見ていこうと思います。もうただ単に私が見てるだけなんだけど、みんなありがとうございました。うん、いや本当に暑かったね本当に。びっ
くりした。うん、いやーもう私も集中すぎて全然なんか話せなかった。いやマジリアタイ楽しすぎる普通に。いや今回でこの5人のなんか絆が深まったというか、いやーよかった。普通に泣きそうやと思う途中。うん、神回でした。うわちょっと待って、今もう余韻に浸ってる、ずっと。もうでこれでまだ9話なのすごくない？ 9 話だよこれ、まだ9話なのすごいよね。9話でこの完成度ってどういうこと？普通に神回でしたわ。こう7話とかにメンバーもで 5人になって、今回で5人の絆がギュッと、そうストーリーが普通に大人向け。ほんとやっぱね中澤監督だから天才だよね。普通にお話の構成とか見せ方天才です。歯医者行かなきゃ、いってらっしゃい。はい、ということで候補生めっちゃ可愛いのいると思ったね、一緒だった。はい、メンバーです。やばいね、これ以上展開があるんやって感じだけどね。普通はワンクールぐらいであるけど9話って早いですよね。本当に9話だ、もう9話なんだ、もう9話なんだ。え、また私もブンブンちゃん終わってほしくない。もうね、普通に届け物です、えぐい。はい、あ昨日渚最高でしたってポーズはブンブンポーズですね。ブンブンチェンジするとこのポーズ、あー激アツでしたね。あの来週の日曜日もね多分ちょっと予定見るんですけど、もしあの配信するようだったら前日にツイートするので皆さんまた見に来てください。ごめんこんなほんとすっぴんみたいな顔で、でもほぼすっぴんだけど、眉毛だけ描きました。はいはい、西馬さんはねブラック、いやでも箱推しもうみんな好きだから。はい、じゃあ今日ブン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 ポンコツコツポンポンっていうさっきのエンディングのダンス、サビのダンスを撮ったので TikTok で昨日撮ったからそれをあげたいと思います。今日夕方くらいにみんな拡散お願いします。あーやばい、じゃあ来週の日曜日もよろしくお願いします。ありがとう、バイバイ。